今日は、松屋の、シュクメルリーに続き、今回はポーランド大使館からの ご提案にお答えしてということで、ポーランド料理の食文化でもあるミエロニーハンバーグ、ポーランド風ミエロニーハンバーグっていうのを販売してたので、ちょっと試しに買ってきました。で、家でちょっとお皿に入れ替えてレンチンしたものをいただきます。味だけ、味を見ちゃおうかな。うん、美味しいですね。一緒についてるバターライスに合いそうな感じ。うん、うん、食べて食べようかな。うん、煮込みハンバーグみたいな感じですね。ちょっと甘いかな。甘め。これをソーセージも入ってんだよね。ほら、ソーセージも入ってます。サラダも食べよう。皆様もこの動画を見ながらご一緒に、このポーランドのハンバーグミエローニーをいただけませんか。向かい舌がね、まだ完全に治んないんですよね。気をつけてるときはいいんだけど。
時々ハンバーグの中に軟骨チックなものが入ってて、その噛み応えがね、結構私は好きな噛み応えなんですよね。わざと多分入れてあるんだと思うんですけど。でもね、別に軟骨ってわざと軟骨を入れてあるっていうよりは、結構、なんていうの、粗いお肉をそのまま、粗めのミンチにして使ってるといった感じじゃないかと思うんですけど。おいしい。このウインナーが何気に香ばしい。美味しい。最後の一口。
美味しかった。